listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。9月12日水曜日、時刻は15時午後3時を回りました。本日は第2水曜日ということで、はい、毎月第2水曜日は渋谷防災カフェをお届けいたします。パーソナリティは私佐藤由美と早川はじめ、危機管理アドバイザーをしております。どうも。はい、この2人で、毎月第2水曜日は渋谷防災カフェをお届けしていきます。この渋谷防災カフェではですね、防災をもっと身近に、そして心にいつも備蓄をしていただけるよう、防災のみならず現在災害支援、そして福祉などの観点からも毎月テーマを変え、みんながみんなの命を守れるための情報を毎回発信していきます。ということで、早川さん、1ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりですかね。そうですね、2ヶ月ぶりになります。はい、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当になんだかご無沙汰で、ご無沙汰、お久しぶりっていう感じで。そうですね、どうでしたか、この2ヶ月間。そうですね、空いた2ヶ月間はどのような活動を早川さんはされておりましたか。いろいろな、まあ、はい、活動というか、実はこの間にいろんな災害が起きたんですね。ありましたね。まあ、平成30年豪雨という、まあ、水害があったりとか、はい、で、あと山形でも水害が起きたっていうのもありました。はい、いろいろなことが起きてます。で、その災害の中、まあ、ちょっといろいろ関わりながら、まあ、過ごしていたっていうのもあるんですけど、まあ、日常の仕事もしておりまして、はい、で、実は今回8月にですね、福島にも行ってきたんですね。あ、福島に。はい、で、福島では、はい、まあ、実際に子どもたち、福島にいる子どもたちと、はい、まあ、三重県の子どもたちがこう出会える場ができたらいいかなと思ってたんですけど、はい、まあ、どちらかというと福島 の、 住んでる方々と、まあ、話すことが、まあ、ちょっとできたっていうところで、はい、まあ、いろいろあったんですけど、何があれかっていうと、福島はもう忘れられてるかもしれないんですけど、災害がありました。で、実際に今住んでます。で、実はもう時間は他の県からしてみたら止まってるんですね。で、何が止まってるかっていうと、他の人たちからしてみたら、福島の人たちはまだあそこに住んでるの、外に出れないんじゃないのっていう言葉があるんですね。まだ止まってるんです。災害というのがある一定の時に止まってしまってるんです。はい、僕は実はその場所に2012年に遊び場を作りに行ったんです。福島南相馬、はい、原町というところだったんですけど、そこではもうすぐに外で遊んでいました。だけど他の人たちからしてみたら、どうなのっていうのがあったんですね。その気持ちがまだ残ってた。で、実際に三重県の子どもたちと大人たちが福島に行き、はい、で、その現地に住んでる人たちと話を聞くっていう形になったんですけど、はい、実際にまあそこに住むことを決めた人たちの、まあ、放射に対する気持ちだとか、まあ、福島に愛する気持ちだとかっていうのを聞いてですね、はい、まあ、三重県の子どもたち、大人たちが、そうかと、いろんなことがあるなと、災害によって、まあ、辛いこともあるけれど、それによって生まれた新しい地域の作り方とか、はい、そういうようなこともいろいろあるんだなというところに学んで帰っていったんですが、まあ、ちょっとそれをこう僕が俯瞰をしながらこうやはり中間に入って見ていくんですけど、まあ、いろいろな考え方があるし、なかなか災害というものが起こす本当の怖さで、今回まあ、30年豪雨ということで、実は岡山にも災害支援という形でちょっと行ったんですが、やはり災害が起きたところっていうのはとても辛い環境で、子どもたち、まあ、中心にちょっと子ども生活も見てたんですけど、やはり福島の2012年の時と同じように、子どもたちの心がですね、やはり疲れていた。で、それを見守る大人たちも疲れている、疲弊しているから、やはり外からの支援が必要であるという形っていうのもまた見えてきました。やはり何年経っていようが、災害で対応する方法というのは進化をあまりせず、やはり人の心とか気持ちで災害を復興する、復旧するっていうのが、手作業でつながっていくんだなというのをまたちょっと実感しながら帰ってきたんですが、はい、はい、いろいろちょっとあるなというこの2ヶ月間、はい、もう、ね、先日は実は北海道でもありました、はい、地震が、
今、まあ、災害ボランティアセンターというのが立ち上がろうとしています、はい、で、いろんなところでも災害というのは起きるんですが、はい、やはり人の手が必要なんだなと、うん、プロの手も必要だけどいろんな人たちの気持ちが必要なんだなというのを感じながら今日ちょっとこの場に立たせていただいているという形でした、はい、なるほど。本当に2ヶ月間、はい、まあ、福島もそうですし岡山も足を運ばれて、やっぱりその場所で感じたことが本当にたくさんあって、ぜひこの番組でもその気持ちだったりとかっていうものをぜひ発信して皆さんとシェアしていただければなと思います。そうですね、で知らない方の方がやっぱり多いと思うので、その現地の状況というものは、はい、そうですよね、まあ、そういうのがちょっと伝えていけたらなというのは思っております。そうですよね、で今回もそのゲストコーナーではそんな現地から生の声をこの電波に乗せて発信していこうと思いますので、どうぞゲストコーナーもですねお楽しみになさっていただければなと思います。はい、はい、またこの番組では皆さんからの、番組へのメッセージもメールにて募集しております。早川さんに質問したいことでしたりとか、皆さんが感じていることなどなど何でも構いません。メールでお寄せください。メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp です。どしどしお寄せください。それでは、15時50分までのお時間私たちにお付き合いください。それでは本日渋谷防災カフェオープニングナンバーはいつものこの曲になります。ミュージックビデオでご覧ください。時任亜美さんで OK 防災。最初のコーナーに参りましょう。全ちゃんの防災ワンポイント講座ということで、今月も全、ちゃんのワンポイント講座お願いしますね。このコーナーでは
ゼンというニックネームでおなじみの危機管理アドバイザーである早川はじめさん、ゼンちゃんがこんな時どうすればいいのという私たちの防災に関する疑問にお答えいただくワンポイント講座となっております。なんか毎回ゼンちゃんって呼ぶのちょっと違和感じゃないんですけれども、なんかまだ慣れずになんですけれども、ゼンちゃん今日はどのような防災ワンポイント講座を教えていただけるのでしょうか。はい、はい、ですね、なんと、はい、最近ちょっと使われてきた言葉で、いろんな防災の言葉があるんですけど、微災というのを話そうかなと思いました。微災、はいはい、で微災のまず微っていうのは、備蓄の備です。あ、備えるという字。そうなんですね、備えていきます。で災害の際、はい、備えることで災害に対応しようよってことで微災という言葉があります。それは最近もう できた言葉というか、もともと渡辺実という、はい、方が広めていた言葉なんですけど、ちょっと前から実はあったんです。あ、そうだったんですね。ただ最近爆発的に広がってきた言葉でもあります。はいはいはい。で、何なのか、備えるなんですけど、やはり今いろんな災害の時に、例えば防災バッグを揃えましょうとか、はい、靴を備えておきましょうとか、いろんなものをまとめて備えておきましょうっていうのをやっています、はい、多分人によっては水を1週間分備蓄するなんていうことがあったりもしますし、はい、災害を想像している人はじゃあ、温かいご飯が食べたいからってことでカセットコンロを用意している人もいます、はい、でそういうふうなものを総称して微災なんですけど、これには微災は考え方も入っています。物を備えるだけじゃなくて考え方も備える、微災がある、はい、いわゆる、はい、地震の時にここに逃げようとか、はい、もし誰かに連絡を取りたいって思った時に、はい、電話をかけても繋がらないってことは、そうだ、テレビでよく言っている171、はいはい、要は災害伝言ダイヤルというものを記憶しておく、学んでおく、はい、何かあった時に備えておく、はい、そういう風なのも微災になります。選択肢を備えるっていう感じですかね。そうですね、選択肢、まさにそれを。なるほど、そういうのも微災のうちに入るんですね。はい、本当に災害っていうのは起きたら日常ではなくなるんですね、はい、日常当たり前にできたこと、それが災害が起きることによってできなくなる、電話もかけられなくなる、水を飲もうと思っても、ね、コンビニエンスストアが閉まってるかもしれない、家の中にいたらできることがなかなかできないとか、外にいたらできることがいつもできることができなくなっている、はい、なんだって街にもし出ている場合は街の電気は消えますからね、はい、家の中はもとよりもう本当に街中が電気を消えてしまう、その消えてしまったときにさあどうするべきなのか、はい、例えば微災の中で結構有名なのがヘッドライトを揃えておきましょう、はい、なんていう、はいはい、あのヘッドライトを備えておくことで、普通だったら懐中電灯っていうのがあるんですけど、はい、ヘッドライトっていうのは両手が開くんですよね。確かに、その両手が開くっていう、何か掴むこともできるし、何か持つこともできる、はい、でそれは明かりがない中でやはり明かりがあるで、初めてできることが両手できるというのはやっぱ強いんですよね。確かに、そうですね。片手っていうのはやはり何かあった時に掴むこともできなくなったりもしますし、どかすこともできない、はいはい、なのでいろんなものを備えていくことがとても重要ではないか、考え方も道具もすべて含まれています、はい、ちなみに最近電源をどうするかって話もあったら知ってますか。電源ですか。はい、電源消えますよね。例えば北海道地震なんかも電源が落ちました、はい、そういう時に電源を確保するっていうので、はい、発電機を持ってる人が家の電気をねそれでやるって、はい、だけどそれで死亡者出ちゃったんです。で、発電機っていうのはガソリンでエンジンを燃やすんです、はい、マフラー、要はガソリンのエンジン車ありますよね、マフラーから煙が出ます、はい、それで一酸化炭素中毒になって死んじゃう時あるんです。あ、ちなみにホンダが出しているカセットコンロ式のタイプ、カセットボンベ式ですね、それも危ないですね。そうなんですね、はい、でそこで最近出てきたのが、はい、電源を確保するためにアウトランダーとかプリウスの車から電源を
引っ張ってくるっていうのがあります。そうするとまあ車はね家の中に入らないから外からこうどうせ入れることになるんですけど、それで電源を確保しながらあの家の中のまあ明かりだとか料理だとか、まあもっと一番重要なのがあの人工呼吸器を使っているいらっしゃる方とか、その電源がないと生活ができない、まあ、あの身体障害者 の, あの方とか、まあ、要援護者と呼ばれる人たちのためにまあ電源が必要になってくるのかなというところで、そういうふうなあの電源を確保する方法もいろいろ出てきてました。だから選択肢がどんどん広がってきてるんです。そうですね。その選択肢を選択するために微細というのをまず学ばなきゃいけないのかなというところがありました。なるほど。世の中いろいろあります。そうですよね。その、まあ、今回の北海道の地震でも、まあ、日頃そのニュースで報道を見ていると、地震が起きた発生後にホームセンターに長蛇の列ができて、まあ、これから備えようって、まあ、もちろん それで怖さを知って危ないと思ったからあの備えようとするのは分かるんですけれども、なんか起きてからじゃ遅いですもんね。そうなんです。微細か、はい、そう起きてからだと本当にこうなんていうのかな、欲しいものが手に入らないことが多いですから ね、まあ、絆創膏傷口に入るぐらいしかできないので、はい、なるべく本当前もってね、いろいろやっておくといいのかな。確かに。そう、この番組の最後にいつも早川さんが50年に一度や100年に一度は毎年やってきますっていう言葉を伝えられてるじゃないですか、はい、なんかもうそれが本当に、まあ、今年は本当に立て続けにさまざまな災害があって、なんかその言葉を本当しみじみと改めて考えさせられたなと思いました。なので本当にそのそうですよね、微細、ぜひ皆さんも今一度考えていただければなと思います、はい、ちなみにそういった微細という知識はどのようなところでつけることできますか？何かおすすめ の, あの、ね、知識のつけ方とかってありますか？早川さん流、はい、まあ、一番いいのが、まあ、各、まあ、専門家の、ね、はい、講義を聞くのが一番早いかなとか思うんですけど、はい、まあ、パソコンで弾いて、まあ、はい、渡辺実さん、渡辺実さん、はいはい、まあ、弾くと、まあ、大概出てくると思います、はい、そういうような方の話をですね、はい、いろいろちょっと調べていただけるといいのかなと思います。なるほど、専門家の方のお話を見る、はい、聞くのが、そうですね、Facebook で聞くと、あ、Facebook じゃない、普通に Google で聞くといろいろ出てきますし、はい、あ、そうなんですね、まあ、なんなら僕の方に連絡いただければそれなりにお伝えすることも可能になります。じゃあ、 あのネットで渡辺実さんとお名前検索していただくか、もしくは早川はじめさん Facebook などで、あ、もうでもいいです、はい、ということですので、ぜひ微細の知識もつけていただければと思います。じんちゃん、ありがとうございます。今回も防災ワンポイント講座でした。皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください。この後はですね、渋谷防災カフェゲストコーナーになりますが、今日はどんなゲストさんにご登場いただけますでしょうか？はい、実はですね、はい、まあ、いろんな災害があった中に、実は2年前に熊本県地震がありました、はい、で熊本県地震の時に、まあ、知り合った方なんですけど、熊本悠久の会っていうあの団体の代表の松岡さんです、はい、お、でも松岡さんは現在その熊本にいらっしゃる、はい、今でも熊本で災害支援をしていらっしゃる方です。とても丁寧に対応していらっしゃる方で、今住民の方々の中には、はい、未だにやはりあの困っている方がいらっしゃる、はい、で今日も実はその現場から、まあ、作業しながらちょっとあのお時間をいただいてですね、話を聞かせていただこうかなと。そういった現地の声も、はい、まあ、本日は電話であのお話を伺えるということですので、はい、はい、どうぞ皆さんこの後もお付き合いください。それではゲストコーナーの前に、ここで本日の2曲目お聴きください。ラチエンブラザーズで君へ。君が笑えますように、きっと
した君は笑っているよ。きっと掴めるよその光を、そう信じて歩いてきたんだろう。階段のてっぺんで両手を上げて笑っている君が見える。きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。一人じゃない僕らがいる、ずっと見守ってるから。掴めるよその光を、そう信じて歩いてきたんだろう。陰で泣いて何度も転んで、それでもまた立ち上がり、きっと掴めるよその光を、そのまま歩いて行けばいいんだよ。僕は知ってる、僕は知ってるよ。毎月第2水曜日15時からお届けしております渋谷防災カフェ、この時間からはゲストコーナーです。本日のゲストは熊本悠久の会代表の松岡亮太さんです。お電話でつながっております。本日はよろしくお願いいたします。聞こえますか？こんにちは、よろしくお願いします。はい、つながっておりますね。もう初の試みでね、ちょっと電話ゲスト電話でこうご出演いただくのちょっとドキドキしますね、こちら側としても。そうですね、松岡さん本日は作業中ということで、その手を止めていただいて、ご参加いただきありがとうございます。はい、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。でまずはその熊本悠久の会についてちょっとお話をお伺いしようかなと思うんですけれども、先ほど早川さんのご紹介にもありましたように、もともと2年前の熊本県地震をきっかけにこちらの熊本悠久の会活動を開始されたということなんですけれども、はい、はい、その熊本悠久の会を立ち上げようと思ったその時の気持ちだったりとかっていうのはどういう気持ちだったんでしょうか？はい、はい、僕は熊本に移り住む前は神戸に、兵庫県神戸市に住んでまして、阪神淡路大震災を小学校5年生の時に被災した経験があります。その時に聞こえてますか？はい、聞こえてます。はい、その時に被災者として、僕が大人の方に求める支援と、いろいろやってくださる支援っていうのが結構食い違ってた記憶がありまして、で、そこでなんかこう押し付けられるような支援に対して押し付けられながらも頭を下げないといけないというようなことに、なんかすごくジレンマを持ってしまって、はい、で熊本県民として熊本地震被災した際に、はい、熊本県民の方に今度は自分が熊本県民としてそういった思いを持ってしまわないような活動ができるんじゃないかということで活動を始めました。押し付けられる支援っていうのはやっぱり気持ち的に、はい、ということでしょうかね？そうですね、はい、やる方はですね、僕たちもそうなんですけど、はい、良かれと思っていろいろ人の役に立てればと思ってやるんですけど、はい、時に思いやりだと思って人のために思ってですね、やったことでも善意をこう押し付けてしまったらですね、思いやりとして出したことも、はい、受け手としたら思いやりに
変わってしまって思いやり受け取る方もなかなかこう大変だと、はい、受け取ったはいいけども無事では済まないというようなことが、まあ、何度か受け取る側としてもですね、支援を提供する側としても、はい、そういった考えられることがありましたもので、まあ、そういったことがないように寄り添うっていうのはどういったことかっていうのを常に考えながらやってます。なるほど。本当にその思いやりが思いやりにならないように、うん、本当に一人一人に一人一人の心に寄り添って、まあ、今もボランティアとして支援を続けてらっしゃるそんな松岡さん、はい、ということで、現在はどのようなボランティアの活動をされていらっしゃるんですか。はい、はい、今は熊本県の益城町からですね、はい、益城町の仮設住宅の一部の、住民さんの自治会のサポートについて、はい、委託事業を自宅しております。住民さん同士のですね、まあ、お互い別々の地域からバラバラにこう仮設住宅に入られた方の、その仮設住宅内でのコミュニティの形成のサポートであったり、はい、まあ、いろんな生活再建への手続きであったり、相談ごとの、まあ、対応といった内容ですね。はい、で今でこ そ, そのやはり昨今 の, その台風21号の被害であったりとか北海道のでの地震がやっぱりメインに報道されてしまっていると思うんですけれども、はい、その現在の熊本の状況を知る人は少ないと思うんですね。でぜひ今の熊本の状況というものを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。熊本はですね、震災からまあ2年、まあ、半近く経ちまして、はい、遅いところでも今年の11月には、仮設住宅入居から2年が 満期というか、原則2年間の、ところを迎えます。で生活再建のための、引っ越しなんかも、まあ、月に数件は間違いなくある状況で、はい、反面ですね、我々こうボランティア団体の活動の原資となる助成金であったり、一般の方からの寄付金であったりとか、はい、そういったところに関しては、まあ、いろんな九州北部豪雨であったり西日本豪雨災害であったり大阪の地震とか、まあ、北海道の地震とかっていう、もう未曾有の災害って呼ばれるような災害がもう毎年のようにどこかで起こっているような状況で、はい、どんどん熊本から全国の方の関心っていうのが、まあ、薄れていってしまっているような、感覚を僕らは覚えますね。はい、でそのような中で、まあ、活動の原資であったり参加するボランティアさんが減ってくる中で、確実にその仮設住宅からの引っ越しのニーズであったり、コミュニティの形成の、悩みであったりっていうのは残ってくる、課題であるので、まあ、そこでまあ、今熊本で残っている団体が力を合わせて共同してですね、そういった課題に対応していくようにネットワーク団体を立ち上げたりとかっていう動きは出てます。そうなんですね。素晴らしい、素晴らしいですよね。本当に考え方だったりっていうのが本当に素晴らしいなと思うんですけれども、その熊本地震の発生直後からそして、だけでなくその現在も心に寄り添い続けてらっしゃると思うんですけれども、その現地の方々の心の変化っていうのは何かありました？こう松岡さんから見て何か分かるものとかってございましたか？はい、はい、仮設住宅にお住まいの、方も、まあ、いろんな考え方の方いらっしゃってですね、はい、仮設住宅の敷地内の例えば草刈りに関してもですね、ご自身がお住まいになる間はまあ、借りているものだから敷地内は草刈りは自分たちでやろうじゃないかっていう積極的な、方であったり、はい、まあ、反面まあ、自分たちはどうせその、まあ、ここに住んでいるとは言ってもいずれ出ていく立場だから、はい、まあ、別に草なんて伸びっぱなしでいいんじゃないかとかっていうような、まあ、住民さんでも同じ環境で暮らしながら、まあ、個人個人考え方が様々ある中で、まあ、それでもこう自治会としてですね、統一した意識を持って、活動をしていかないという中で、うん、我々のようなこう自治会 の, サポート団体というのが、まあ、住民さん同士の、まあ、感情のつなぎであったりとか、うん、役員さん同士の
つなぎであったりとか、うん、そういったところで、まあ、存在っていうのが必要とされているのかなと思います。うーん、なるほど。早川さんはどのように受け取られましたか？いや、やはり災害、まあ、東日本もそうなんですけど、はい、まあ先ほどの話を聞いていて、やはり次の災害が起きたら、やはり皆さんそちらの方に移動されていくと、被災をされた人たちが取り残された気持ちになったりとか、いろんなこともあるので、はい、やはり松岡さんみたいな方がやはり地元を支えていく、やはりとても重要なことだなというのを思いました。で、現在も実際に今活動されている最中、はい、ということなので、やはりそういうふうな、なんていうんですかね、まあ、根付いた行動っていうのは、うんうん、なかなか継続できないことができているというのはとても、うんうん、このまま本当に頑張っていただきたいだろうなと思ってます。ちなみに松岡さん、現在もその今ですね、今なおその作業中ということなんですけれども、はい、今日はどのような作業をされていらっしゃるんですか？はい、はい、今も今日もですね、朝から県外の東京の方からですね、はい、上智大学の学生が11名、はい、昨日今日とボランティアに参加してくださって、総勢で、昨日と今日で20名近くで、災害ごみの片付けというのを対応しています。2年経っても今なお災害ごみの問題がやはりあるということですね。そうですね、はい、やっぱりボランティアセンターであったり、いろんな支援団体とか行政とかにですね、はい、相談した方でないと、ニーズというふうに数に含まれない、課題がありますので、何かしらの理由で声を上げることができなかった人たちっていう、そこのニーズっていうのが今もなお熊本で、残っていってると。でその、まあ、隠されたというか埋もれてしまっている、はい、震災に関する悩み事っていうのを、我々こう残っていく団体というのが、はい、力を合わせて、対応していくことで、まあ、少しでも住民不安というのを支援団体がいてよかったんだと、自分の悩み事というのを相談できる先があってよかったんだとというのが、まあ、ひいてはその地域の行政であったり社会福祉協議会であったりという、ところへの信頼感につながるのではないかなという思いでやってます。やはりそのニーズに頑張って答えようって思う、すごい熱い気持ちがあると思うんですけれども、どうしてもニーズをこう汲み取れないというか、こう聞き取りにくい方々とかっていらっしゃったりするんですか？どうしても。そうですね、はい、ご本人の感覚では、まあ、地震に関する、はい、被災したことによるお悩みなんですけども、はい、伺っていると必ずしもそうでない、はい、ケースも多々ありまして、まあ、ボランティアが、まあ、まだいるっていうふうに聞いたから、はい、まあ、自分でできるんだけども、はい、まあ、仕事で忙しいから、まあ、ボランティアにやってもらえたらということで、はい、まあ、ご自身が仕事に、出られて不在の間にボランティアがこう仕事を休んでボランティア参加している方がボランティアでやってるっていうようなこともあります。ってことは地元の方々がボランティアをしている、その県内の方々がボランティアをしているっていうのが今の現状だっていうことですね。県外よりも県内。いえ、県外の方が多数です。ああ、県外だ。はい、我々のような今となってはこう益城町から委託事業があったりとか、何かしらの助成金とか団体内の、ファンドレイジングで活動の原資っていうのを調達できているところに関しては、まあ、地元の方がスタッフとして、まあ、お給料をもらいながらですね、まあ、一種職業ボランティアというような、形で継続してやっているんですけども、一般のそのスポットのボランティアの参加者っていうとほとんどが県外の方です。なのでその職場でも最近だと企業の中でそのボランティア活動ですね、社会貢献活動のために、休暇を取ると有給扱いになったりとか、そういった制度を設けているところが増えてきているらしくて、そういった制度を活用して来られる方が、まあ、仕事を休んででもですね、まあ、社会貢献何かしたいと、というふうに来られるんですけど、まあ、その来てみたらご本人でできるようなことでも
あのボランティアがいるんだからボランティアでやってというようなちょっと安易なですね、あの依頼に、まあ、こう対応せざるを得ない時に、あのなんだかなというような思いをですね、まあ、熊本ってもうその県外からわざわざボランティアに行くようなあの状況でもないんじゃないかなというふうに、書いていってしまうと、そういったことをあの、まあ、我々がこう現地で常にですね、ニーズとボランティア参加者をつながしていただく我々としては、少しでも本当にまだまだあの困られている方がたくさんいらっしゃるので、本当に必要なところに必要なあの今度提供できるサービスといいますか、ボランティアの方とかそれぞれの能力とかを存分に発揮できるところをコーディネートしていくというようなところはすごく責任感を感じてやっています。でそのちょっとざっくりした質問にはなってしまうんですけれども、松岡さんにとってボランティアとはこう何だとお考えでしょうか。はい、はい、すごくなんかふんわりした、あの答えになってしまうんですけど、あのよく県外から来られるボランいろんな学生とか企業の方とかによくあの説明するんですけど、はい、あの何ができますかというふうによく聞かれるんですね。でその人にとって何ができるかっていうのは僕はあの分からないので、うん、あの何ができるかっていうのはその人にとってもその時々違うと思いますし、あの全ての人が何ができるかといえばその被災地から関心を背けないことっていう、うん、あのそれに尽きると思うんですね。自分のなんかこうあの一社会人としてまあこうあのこの国にあの暮らす住民としてこの、まあ、災害の大国の中で、何があのやるべきことなのかっていうのを考えて、でその中で何が自分がしたいんだろうかっていうのを考えて、さらにその中から自分が果たして何ができるんだろうかっていうのを考えて、まあ、できることからやっていくと、それがあのまあ、極端な話鉛筆1本被災地に送るでもいいと思うんですね。それがあの集まって何百本の鉛筆になった時にあの避難所で暮らしていたその小学生たちが あんまりこう統制が取れてなかったんですけど、その鉛筆が一人一人に手渡されるようになってからすごくあの一人一人絵を描いたり勉強をしたり、あの鉛筆を持つっていうことにすごくあの子どもが落ち着きを取り戻したっていうようなことをあの目の当たりにしているので、なんかそれだけでもあのボランティアじゃないかなと、自分にあの何ができるんだろうって被災地に思いを寄せるっていうことがボランティアじゃないかなと思います。確かに本当にその今すぐ行動したいって方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、まずはその、はい、気持ちを寄せる、そして、まあ、関心もそうですし、まあ、いくらその地震じゃないですよね、あの災害からこういくら時間が経とうとも、まあ、その現地に思いを馳せるということも、はい、ボランティアの一つのあり方だということですね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。そしてまあ今回関西での、まあ、台風の被害でしたりとか、まあ、北海道の地震のまあ、これからボランティアの手がどんどん入ってくるかと思うんですけれども、はい、松岡さんがもうこれからそのボランティアの在り方っていうものはどのようにお考えでしょうか。はい、うん、すごく今技術系のですね、はい、ボランティア団体っていう、ところの重要性が増してきているような気がします。まあ、かつて災害が起こると自衛隊がすぐ派遣されてですね、消防隊と自衛隊が生存者を探したりとか、行方不明者を探したりとか、その後にボランティアセンターが立ち上がって、一般のボランティアが入るというような、はい、流れだったかと思うんですけど、はい、なかなか、まあ、消防隊や自衛隊だけでは追いつかない面とか、反面民間のボランティア団体でも、重機を扱ったりとか、ダンプっていうような大きな車両を扱ったりできる団体が、
団と民間の、一団体が、より連携を深めてですね、お互いの、持ち分を発揮し合えるような、そういった連携が、これだけ災害が、立て続けに起こってくるこの近年ですね、はい、今後さらに、模索されていくべきところではないかなと思います。確かにその連携というものがこれからも本当大事になってくるということで、はいはい、なんか私たちにできることとかってやっぱりその関心だったり思いを寄せるってことも一つだと思うんですけれども、はい、あとはどのような支援の形ってありますかね。もしもし、はい、あ、すいません、ちょっと途切れました。あ、失礼しました。そのこれから私たちにできることということを教えていただければなと思います、はい、できることですね、はい、できることはちょっと僕ではわからないんですけど、一番は関心を持ち続けていただいて、はい、現地の活動する団体のですね、はい、活動の記録であったり、報告であったりというところを読んでいただいたり、はい、で、そこにコメントを入れていただくだけでもですね、はい、いいと思うんですよね。僕らなんかも毎日活動の記録っていうのは、はい、SNS とかを駆使して出してますけど、はい、そこにやっぱりですね、県外の方から、はい、ありがとうございますっていうようなコメントを入れていただくこととかあるんですけど、県外の方がその熊本で熊本のために活動をしている団体に、うん、ありがとうございますっていうコメントを入れるっていうのが、うん、すごくなんかなんていうんですかね、僕は感動するんですよね、はい、熊本の方がありがとうございますっていうんではなくて、県外から見守ることしかできないっていう方がそういったコメントを入れるんですよ。うん、でその方にとっておそらく僕たちのその活動を見て何かしら励ましであったり、はい、この社会で今度自分が何かできるときにやろうっていうような、うん、きっかけになったりとかですね、そういった思いで、ありがとうっていう言葉をくださってるんだと思うんですけど、逆に僕らもそういう言葉をいただいて励ましにもなるし、はい、そういった遠く離れた方にもきちんと伝わるような、はい、報告っていうのをしないといけないなっていう責任にもなりますし、はい、そうですよね。ありがとうございます、はい、熊本有給農会さんで、SNS などもされているということですので、ひらがなで熊本、はい、そして有給友を救うと書いて有給になりますので、有給農会でぜひその活動の様子なども報告などもチェック皆さんにもして、熊本にもそうですし、支援ということに関心をぜひ皆さんにも持っていただければなとお話を聞いてすごく思いました。はい、ありがとうございます、はい、よろしかったらでいいんですけど、はい、今日の作業内容、はい、実際に現場でどんなことをしているのかっていうところもちょっとお聞きできたらななんて思うんですけど、はい、いかがでしょう。はい、はい、ありがとうございます、今日はですね、ペットショップを営まれている方のご相談なんですけど、1階部分が販売フロアになってまして、はい、2階部分が在庫の部分と事務所の部分で、2階の部分っていうのが、地震 その直後からですね、本当にその最低限の片付けだけ済ませて、すぐにこうペットを飼われている方 のために、商品を提供することを優先するために、翌日にはもう営業再開されてたんですね。でそのままご家族とかいろんな従業員の方で片付けては、いるんですけど、とにかく、危険な場所もありますし、はい、量がですね、とてもこう業務と、ご自身の家のこととか、もうされながらですね、片付けっていうのが追いつかずにこの2年半近く、経って、でボランティアとかいろんなこう行政の機関に、相談しようにも、できない理由っていうのがありまして、もしその棚がこう倒れていたりとかする中で、その相談して、そのためにこう
何か営業停止というような、うん、あの片付くまで営業しちゃいけないですよというような行政処分とかがもし下されるとするならば、その被災者 の, このペット の, の, あの商品とかっていう供給もできなくなるし、あのご家族で経営されている方 の, その収入の過程っていうのも、まあ、閉ざされるというところの不安から、いろんな行政であったりボランティアというところに相談ができないままですね、あの今までいらっしゃってました。で、あの精神的にもかなりこう参ってきて、まあ、このままではこうどうしようもないというところまでこうどこにも持ってき場がなくてですね、で、まあ、ご友人の方を通じて、まあ、どうしたものかという相談が最初にあったんですけど、はい、まあ、その危険な部分とかに関しては業者さんにお願いあのしないといけない部分とかがあるんですけど、あのボランティアとしてあの災害のゴミですね、そこをこう片付ける整理するっていうような部分に関してはボランティアでできる面もあると思うので、そこに関して今回ボランティアで対応させていただいて、残る危険な箇所についてはもうご自身であの業者さんにお願いしていただくと、そういうつもりで今回こう片付けに入ってます。で実際に学生さんも共にあのボランティアされているということなんですけれども、学生さんたちからはどのような声が聞かれますか？はい、学生たちはですね、あの、まあ、今県外からこう夏休みとかいろんな、はい、あのまあ、大学としてのサークルとしてこう来たりとかですね、はい、あの一旦来る際には2泊3日とかあの3泊4日とかで来られるんですけど、あの今熊本でもほとんどですね、例えば仮設住宅の草刈りであったりとか、あの集会所でのサロン活動であったりとか、どこかこうイベント の, あの応援舞台であったりとか、あの本当のなんかこう震災によるこう爪痕があの生々しく残るようなところへの対応っていうのはあんまりないんですね、はい、そこに来て今回のようなもう地震当時の姿っていうのがそのまま残っている状態のところに、学生たちが、目の当たりにすることで、あ、熊本ってまだまだこうその当時の状態のところがこれだけたくさん残ってるんだと、でこのペットショップ屋さん以外にもおそらくそうやってこう相談しようのないどこにも相談できないまま、抱えてしまっているというような方がまだたくさんいらっしゃると思いますので、あのそういった、熊本ってまだあの関心をもっと寄せる必要があるんだよっていうのを、まあ、今回熊本に来ることができなかったサークルの仲間とかにも、伝えていきたいというふうな言葉を、先ほどいただきました。やはりその目の当たりにして感じることがやっぱ学生さんたちも改めてあったということですね。本当にお時間がですね、はい、あっという間でもあのお別れの時間が近づいてまいりました。今日はあの作業中でも手を止めていただいて、本当にお話聞かせていただいてありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそ、はい、最後にあのリスナー、ありがとうございます。最後にリスナーの方々に何かメッセージございましたらお願いいたします。はい、はい、我々熊本有給の会はあの熊本を中心にですね、あの熊本でノウハウを培って、九州北部豪雨であったり、西日本豪雨災害であったり、はい、あの県外にも、時々、出張してますけども、まあ、熊本がやはりあの拠点であの毎日休みなく熊本で活動しています。県外の方には、まずは関心をあの被災地への関心をですね、熊本ではなくてもあのいいです。被災地に関心を持っていただいて、はい、でもしその旅行のついででもですね、うん、あの九州に何かこう来られるついででもいいので、熊本に、いらっしゃることがありましたら、はい、あのもしよろしければ、まあ、ボランティアに1日でも半日でも参加していただいて、確実にそのお一人の力が何か、うん、誰かのですね、励ましになる力になるっていうのを体験、はい、していただけるような、はい、つなぎをさせていただきますので、うん、あのその際は、はい、まあ、ぜひご連絡をいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。本当とっても貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。改めて本日のゲスト、お電話でご参加いただきました熊本有給の会代表の松岡亮太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、それでは来月の放送は10月10日第2水曜日になります。また来月ですね、この時間にお会いいたしましょう。それでは、はい、バイバイ、ありがとうございました。